こんばんは。はう。気温あまり高くなかったけど、地下鉄を待つと今日湿度が高かったですね。今日は気温も暑かった。今日は暑かったですね。今日私はもうタンクトップで外に出ました。暑かったです。なんか今日バブくない？暑いですね、今日は。さすがに暑しって感じ。今日バブよね、なんか。汚れてるな。あ、いけた。窓は開いてなかった。今日なんかまつげかな。まつげかな。どうなんだろう。知らない。もういいや。
トロみたい。今日はね、今日バブなんか幼いですね、顔が。なんで、マジでなんで、前髪か、前髪ですね、多分。肌はちょっと白っぽいか。まつげ、まつげはこうやって今日はピッと開けてます。リップかな。あ、リップな気がする。いってー、なんかすごい、ここだけ見て色が違うの分かりますか。ここにバイキンが入っちゃったら絶対何にもし、まあ、してなくはなくはないんだけどさ。いってー、いっぱい寝たから逆なんすよ今日も。マジで超朝から先ほどまでね、ちょっとあることを。肌色全部だな。どの色もリップもこの涙袋。
野球入ってくるミスも写真とか可愛さ、まあ、しょうが今も可愛いですから、あるとは。あのね、中学生時代でしょうか。メイクでも落とそうかな。顔の形かな。まつげの気がするこれ。こんなまつげだからでしょ。今日はね。こうやってピンセットでチュッチュッチュッってやって、ちょっと韓国風みたいな。もうだからまつげがね、計7本ぐらいしかないです。全部どっちも1、2、3、4、5、7、ほらこんな感じ。痛い、見て。あーすごい、色が全然違う。なんで痛いんだけど、意味わかんない。わあ、部屋を片付けないとやばいぞ。やばいって、えぐいて、えぐいて。これはさすがにやばいって思ってます。私もやばいと思ってますよ。カラコン入ってんの？カラコン入ってないよ。リアル目ちょっと茶色なんですけど、これリアル。本当に今もうめちゃくちゃ部屋が荒れてるよって。だから私定期的に人を呼ばないと片付けない。あ、コントコントしてます。整理整頓っていうか、そのなんて言うんだろう、自分が許せる範囲で、例えば洗濯物をこう、私もあのめんどくさいので、そのままハンガーにかけて、そのかけたハンガーをあのハンガーラックにそのままこうかけることによって、畳むという手間をね、省いているわけですね今。そう、そのなんかもう一気にさ、洗濯、私洗濯好きだからさ、よく洗濯しちゃうんですよ。癖もうなんか、これもちょっと、これも生乾きの家だから洗っちゃおう、これも洗っちゃおう、これも洗っちゃおうみたいな感じで全部洗っちゃうんですよ。で結局あの洗い物が多くなるじゃないですか。で干して、あ、59分だ。ちょっとランキング見ます。13位川広さん、12位フロスト31位シンゴさん、10位アメさん、9位ユキタンさん、8位ヨミさん、7位ケンちゃんさん、6位ジョークスノーさん、5位ハリーベルさん、4位ホノちゃんさん、サガサイコー、ホノちゃんさんでホノちゃんありがとう、3位オムライスさん、2位エンジさん、1位お姉さん、ミサガサイコーでした。そう、畳みたくないのでそのままかけるけど、その洗った服を干したのを入れたまんまです。全部頑張ります。部屋の掃除、おやすみなさい。皆様も良い1週間を。さよなら、おやすみ。